ボルシー・ビーニ・ニボルシーは1947年にジャック・ボゴ・ポルスキーが設立したアメリカ合衆国のカメラメーカーボルシー・アメリカ及びそれが製造販売したカメラである。ボルシー・アメリカはアルバのアメリカ代理店も務めていたが1956年にウィットナーに売却され廃業した。ボルシー・ A B C、シリーズに共通の注意点として フィルム巻き上げの前に巻き上げノブを一旦上に引き上げてから回す必要があり、フィルム巻き上げとシャッターチャージが完了されると巻き上げノブが止まる。シャッターを切らなくてもノブを上に引き上げればまた巻き上げられるのでフィルムの無駄遣いをする可能性がある。スプロケット回転でシャッターチャージをするためフィルム装填しないとシャッターが切れず故障と勘違いされることがある。 フィルム巻き戻しにはロックがなく巻き戻しノブを回せば巻き、戻せる。カメラボディ両肩横のネジを緩めると 5mm ほど出た状態で固定され、これがストラップ金具となる。ボル CB ーーに上下が知識の距離計を備える。135フィルムを使用し 24-36mm 版。厚みを増して横幅を 105mm に抑え、おにぎり型の特徴的な形状である。 ボル CB シ,シリーズをベースとした二眼レフカメラで上下ガッチ式距離計や投資ファインダーもそのまま装備している135フィルムを使用し 2436mm 版ボル CB シ,シリーズから距離計を除いた簡易版135フィルムを使用し 2436mm 版 8mm ムービーカメラボル C フレックス前期型ありがとうございます